とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。はい、本日5月26日は、マインクラフトダンジョンズ4周年の日となっております。まあ、公式としては特にイベントはないんですけどね。まあ、3年目からないんですけども、本日が4周年となっております。いやー、もう4年経ったんだね。で、結構、コメントもまだまだ来てて、そのコメントに、どんどん答えていこうかなと思います。はい。では今日はですね、パワーの上げ方についての質問を答えたいと思います。パワー確かにね、上げにくいんですよね。知らないと。で、今日は簡単な、パワーの上げ方です。まず、パワーを上げるには、ミッションをクエストをね、やっていかなきゃいけないんですけども、クエストに入る際に、自分が持ってる装備の最大パワーのやつをつけてください。使える使えないは別として、とにかく、このパワーのところ、ここを一番上がる装備をつけてください。俺の場合だと、全部263のアーティファクトを、256にすればいいってことね。あと1個、これら。はい。そうすると、パワーが261になってますよね。これが最大パワーです。で、自分がつけれる最大パワーをつけてください。で、ミッション選択で、ハテナハテナハテナ、もしくは、湿っぽい洞窟。まあ、ハテナハテナハテナが一番無難かとは思います。そこを選ぶようにしてください。入りまーす。はい、クエストに入りました。で、入りましたらば、自分が使う装備に変えてください。もう入ったら、装備を変えて OK です。まあ、とにかく入るときに、一番、強いパワーのやつをつけるようにしてください。あ、あれでいこう。矢筒でいきますね。もう一個一応装備しとくか。はい。では、これでいきます。まあ、とにかく、入るときに最大パワーを装備して、んで、持って、中に入りましたら、装備を変えて OK。うん。で、それで、ボスのところまでとにかく急いで行ってください。ですね。まあ、今回は倒しながら行ってるんですけども、まあ、倒さずに、ブーツとマントをつけて、走り抜けるっていう手もありますよね。まあ、ただ、こういう風に、広範囲で敵を倒しながら行くと、レベルも上がって、ちょうどいいと思います。やっぱりここね、レベル上げにはもってこいなので、こういう感じで倒していくのが一番おすすめです。 OK で、ボスだしね。よし。で、ボスもそこで倒しちゃいましょう。ワンパンいけるかな。できればワンパンしたいけど、いけるね。OK。なんで、装備とかは取らなかったんですけども、取っても OK です。で、ここもうちょっと先まで行くと、クエストクリアですよね。で、クエストをクリアする前に、装備を変えます。また、同じく、パワーが一番高いやつに装備を変えてください。クエストをね、やってると、自分が、持ってる装備よりも、パワーた、強いパワーのね、装備が出ると思います。それを最終的に装備をつけて、このパワーの平均値っていうのをどんどん上げてください。で、一番最大まで上げたパワーでクリアします。で、クリアしました。で、クリアしましたら、この高級商人とか、あとは、この村の商人、一応ここも除いて、自分の持ってる装備よりも強いパワーのやつが売ってることもあります。なので、その時はそれを買って、また装備してください。で、装備をして、
最大パワーにした後に、またハテナハテナハテナに入る。まあ、その繰り返しですね。それを、どんどん繰り返していくことによって、パワーが、かなり上がってくると思います。うん。まあ、これが、パワーの、効率的な上げ方ですね。これ以上のものは確かないかと思いますので、はい。これでどんどんパワーを上げて、251を目指していきましょう。はい。ということで、本日から、2、3週間ぐらい、マインクラフトダンジョンズの4周年記念イベント、イベントじゃないけどね、まあ、個人的なイベントとして、ちょっと強化して投稿していこうかなと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。